ボル,とボルフは、セバスチャン・ベッテルが、メルセデスとの F1 復帰を否定し、同時に、メディアの憶測に対して、冷静なコメントを述べた。ハミルトンのフェラーリ移籍により、メルセデスは、公認ドライバーを探す中で、ジョージ・ラッセルと関連する空席に、フェルナンド・アロンソとカルロス・サインツが候補として浮上している。しかし、金曜日、ボルフは、メディアに対し、 メルセデスがベッテルを連れ戻すために動く可能性があるという憶測を抑える方向に動いたが、二人が定期的に連絡を取り合っていることは明らかにした。ボルフは、ベッテルとの連絡があるものの、彼の復帰は遠い可能性であると述べており、ベッテルは引退の決断をしたと考えているようだ。また、ボルフは、昨日も話しましたが、それは私たちの将来の運転についてのことではありませんでしたと述べ、ベッテルとの連絡が、 現在のところ、特定の動きに関するものではないことを強調している。一方で、ラッセルは木曜日のソーシャルメディアへの投稿で、サインツをハミルトンの後任として希望していることを示唆している。この状況の中で、ラッセルがサインツを支持しているが、サインツはアウディへの移籍と関連して頻繁に噂されており、2026年にザウダーチームと協力して F1 に参戦する可能性があることも報じられている。コメント メルセデスのチーム代表、トトボルフは、ベッテルと定期的に連絡を取っているようですが、これが、ハミルトンの公認にはつながらないようです。この情報でも、公認候補として、サインツとアロンソという話が出ています。また、ラッセルは、サインツを公認に希望しているという話も出ています。まだまだ、わかりませんが。